あれ？いない。ちゃんと隠れてたんだね。BJ が言ってたあれ、私たちは宇宙人でここが別の星って、私やっぱり信じられないよ。そうか、そうだろうな。BJ はどういうロボットなの？私は以前ピックリコバレてみた AI が事件が起きてドローピン自分を崩した。三浦くんが BJ のこと騎兵の装備って言ってたの、合ってたんだ。探してる騎兵にはあれ以外にもあるのよね。2188年の記録映像、17番騎兵と記録セルに全ての記録がある。あんなの見ちゃったら真相が知りたいよ。私納得がいくまで BJ と一緒だからね。夏の2188年の私の記録には別の惑星に人間を作る計画の話をしていた。 BJ が言うにはここがその星で作られたのが私たち。あの記録だけでは信じられない。ほっぺに針でも刺さったような小さなポッチ、あのトイレでついた傷なんだろうけど記憶がない。まさか宇宙人に捕まって記憶を消された、何かインプラントされてたり。インプラントは考えすぎか。とりあえず三浦くんは十郎くんの家にかくまってもらった。彼を巻き込んでしまった、責任は取らないと。いや、変な意味じゃなくて、17番騎兵には2188年の記録が隠されている。騎兵を見つければ宇宙人の話が本当か調べられる。彼は宇宙人ではなかった、日本の企業が作った未来のロボットだ。依然としてエージェントは校内を調査している。おそらく BJ が宇宙人だと誤解したままなんだ。そうと決まれば。もう部活どころじゃないよ。探しに行こう。うん、夏のまたなの？先輩には内緒なんでしょ。また抜け出し？それがのっぴきならない用事なんですよ。一年はフラフラするのがいるし、
物質は荒らされるし、頭が痛いわ。野良猫の仕業じゃないですか。夜の間に物質の鍵が壊されてたの。まさか MIB が BJ を探してたんじゃ。またわけわかんないことを。着いたよ。セクター1探索済みだっけ。17番どこにもないわね。セクター1行こう。もう一度探してみるの。セクター1は何年なの。22世紀？アクセスコード承認。セクター指定。この部屋だけ電気ついてる。ねえ BJ、 これ地下施設って言ってたよね。地上はどうなってるの。高等と放射能汚染、地上には出られない。え、あいつらに核爆弾を使ったの。都市解説も政府も最終判断か。それでも倒せなかったの。あるか多すぎた。この地下施設以外無事な場所はない。さっきから何を調べてるの。記憶を探している。記憶？ BJ の。このドローンを自己診断した結果、記憶の分断と不整合が見られた。記憶の 72% が消去されている。少なくとも B のもっと多い可能性も。誰に。不明。消去された記憶に地平の初代情報を含む可能性は高い。この施設にはこの時代最大規模の量子コンピューターがある。記憶を保存するとすれば、ここがこの下地下300メートルの。どうしたの。格納庫に何か電気刺激がここに来る。え、どうしよう、何者なの。知ってるから。痕跡も消去した。急いで隠れよう。待って、どうです。これだけではね。D コードか、厄介だわ。記憶屋との連結部に仕込まれてる。取り除くには構造ごと物理的に切り離すしかない。それでは致命的な脳の損傷を負う。その切り離すプログラムで
騎兵が汚染されています。騎兵ね。自動工場の制御が一部変更できるのはよく見つけたものね。それを見つけたのは2週前の泉重郎です。2週前。忘れたのですか。世界が滅んだ瞬間から2度遡って。そっか。転送範囲は居住区だけじゃない。セクターゼロへの転送でそれも可能か。ともかく今は時間がない。この情報はどこから引き出したの。地下にある円盤のコンピューターですが円盤ね。そんな風に呼ばれてるのね。そこへ行ける行けます。行けるようにしたのはあなただ。本当に忘れてしまったのですか。子供の頭脳だもの。記憶違いはあるわ。そう思わない。さあ早く。今の千尋ちゃんだよね。それにゴート先輩も BG も見たでしょ。そりゃ BJ が止めてなきゃ。飛び出してたけど。過去で見たあの人もゴート先輩だ。先輩も過去や未来に行き来できる。幼稚園の服だったけど三浦くんの妹千尋ちゃんだよね。でも嫌がってる風でもなかったし、なんか雰囲気違ってた。先輩は先生に話す時みたいな口調だったし。ねえ BJ。 見つけた。あと説と履歴がどこで見た。やはり記録を保存してきた。本当？当時の私はこの状況を予測していたようだ。問題がある。何？記録データが発見できない。保存領域のどこかに隠されている。すごいコンピューターなんでしょ。パパッと見つけられないの？保存領域が9216万回のデータユニットが全ユニットとトレースには80日を要する。データユニット特定する人を何か予告したはず。特定って？ユニットは実体的に構成され、 HP 文字と2つの数字で画像指定される。BJ と初めて会った時私、名前だと思ったけど、もしかして BJ は君がつけた名前。違う、あなたが言ってたのよ。メモリーに記録がない。待って、思い出す。そう、確か BJ11-5 BJ イレブン。違った？見つけた。やった。それでそれで9-1PA がどこにあるか私は知っていた。どこにあるの？上空500km。上空？軌道上の人工衛星。宇宙にあるってこと？
ここからではアクセスできない。行こう。宇宙へ。ロートレイヤーだ。